さんこんばんは。HKT48 です。HKT48 ひまわり組、ただいま恋愛中公演が始まりました。まずはじめに、ただいま恋愛中、熊のぬいぐるみ、オンリートゥデイ、3曲続けて弾いていただきましたが、皆さん盛り上がってますか？あかりちゃんコールできますか？ありがとうございます。ではここからは写真撮影をしたいと思います。なんかあかりちゃんっぽいポーズとかってあるんですか？ないです。早っ。じゃあピースで。はい、もう一発目ピースいっちゃったけど、なんかある？あ、あかりの絵です。いや今言われたまんまやったけど。オッケー、あかりの絵。最後どうしたか。最後は、仲いい感じがいいです。OK、 頑張るわ。ありがとうございます。はい、今撮った写真はロビーにて販売されるので、ぜひ公演の帰りにお立ち寄りください。よろしくお願いします。はーい、はい、ここからお題に沿って自己紹介をさせてください。今日のお題はあかりちゃんの好きなところです。ではさやまるからお願いします。はい、私があなたが欲しいのはって聞いたらさやまるって言ってください。まる、はなまる、あなたが欲しいのはさやまる。ありがとうございます。佐賀県から笑顔を届けにやってきました。中学2年生14歳のさやまること馬場さやかです。ありがとうございます。あかりの好きなところはおしゃべりなところなんですけど、すごいいつも喋ってるんですよ。さやかも結構喋る、すごい喋るのが好きだから、あかりは永遠に一人でも喋ってくれるので。そこで二人でずっと話してるのがすごい楽しいので、あかりのおしゃべりなところはずっと続けていってほしいなって思います。はい。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、その名もって言ったらぐんあかりって言ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、群馬村の子ぐんぐん成長中です。その名もぐんあかり。ありがとうございます。あーちゃんが大好きちゃんチームティーズの15歳まーさんこと今村マリアです。ありがとうございます。ありがとうございます。マリアのあーちゃんの好きなところは、すごい初期の頃好き好きって言ってくれてたんですよ。そうで、マリアはもう嬉しいって思ってたら、なんか最近ミクちゃんとかもういろんな人に好きって言ってるのを知って、すごいマリアは悲しくなりました。なんかいつも好きな先輩で違う人言うと、あーちゃんマリア好きじゃないんだってずっと言ってくるんですよ。そうだってね、一番好きって言っててくれてたのに、なんか変わってたので悲しいので、今度から一番好きって言ってください。はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、博多で一番輝く花になりたいチーム T2 の松岡花です。あー、ありがとうございます。花はですね、あかりちゃんは見た目よりも意外とサバサバしてて、でもなんか先輩とかには全然違うんですけど、同期とかだと結構サバサバしてるんですよ。だからなんかそういうところも先輩にやってほしいなって思います。はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、神奈川県から来ました中学2年生14歳、皆さんに愛されるアイドルになりたいちゃん、 HKT48 チーム H ドラフト研究生のあーちゃんこと渡辺あかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、嬉しいですね。はい、本当です。私の好きなところは特にないんですけど、
チャームポイントでよく褒められることがありまして、それはよくまつげが長いねって褒められるので、あの今日はじっくり見て帰ってください。はい、今日は一日あかりコールたくさんよろしくお願いします。イエーイ。はい、チーム T2 キャプテンの山下エミリーです。ありがとうございます。はい、あかりちゃんの好きなところは、すごくニコニコしてるとこです。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がお隣いいですかと聞いたら、はいと言ってください。お願いします。はーい。あのお隣いいですか。はーい。あなたの心に愛し聞きを、高校3年生17歳あいみゅんこと関愛です。私のあかりが好きなところあかりの好きなところは、最近あかりずっと松田さんにひっついてるんですよ。で、その私に全然構ってくれなくて、私の寂しさの限界が来た時にちょちょって構ってくれるところが好きです。はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、シロちゃんの後にあーちゃんと言っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。みんなが大好きなちゃんといえば、つぶちゃん、こしちゃん、しろちゃんよりもあーちゃん。ありがとうございます。キラキラネームのズースーなジャパニーズガール、福岡県出身18歳の村川ビビアンです。イエーイ。ありがとうございます。はい、あーちゃんの好きなところなんですけど、あーちゃんは、何落としたんだっけな。あーちゃんはすごく、今日のリハーサル、今日じゃないんですけど、この前のリハーサルで、ごめんね、ちょっとドタバタしてて、この前のリハーサルで、横山ゆいはんさんの、なんか生誕 T シャツか何か、フルネームのニックネーム、横山ゆいさんの生誕 T シャツをね、多分好きで着てるんですよね。で、それで多分オタク時代にゲットした T シャツだと思われるんですよ、あれは。そう、だからその T シャツをメンバーにも2名になってもずっと愛して着続けている愛がすごいいいなと思いました。はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、百花繚乱中心からいろんな音色を響かせて、みんなのマドンナになりたい長崎県出身、森安真香です。ありがとうございます。ありがとうございます。私あーちゃんの好きなところはですね、一回 HKT ビンゴのなんかあるある披露みたいなネタの時に、私がなんか大人は結構、日本人はなんか唐揚げとか一つ残ったものをなんか食べないみたいな、誰もそういうね言ったんですよ。なんか日本人出ちゃってるよみたいな感じのネタをしたら、なんかあーちゃんはなんか全然ピンときてなくて、なんかだから大人だから分かるこの感じであって、子供は分かんないみたいな。そうなんです。でそれで、あそこで14歳と21歳のギャップってここかみたいな感じでちょっと落ち込んだんですけど、そういうねサバサバしてるところが私は好きです。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身18歳の夏美香こと田中夏美です。ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、リセット公演で一緒に出てるんですけど、今ナコがいないのであーちゃんがセンターをやってるんですけど、AKB 劇場に出張公演に行った時に、初出張公演で初センターだったらしいんですけど、リハした時にもう私よりも踊れてて、もうこの7年何事みたいな感じで思ったんですけど、私今日なんか800回目らしいので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。今日生誕祭だからおめでとうないよみたいな書かれてたんですが、なんかあれだったんですけど、なおちゃんもね800回らしいので、いやー嬉しい。やったー。今日終わったらね2人でお祝いするんですよね。お疲れ様会、ね、お疲れ様です会をするので、はい、ぜひ心の中で祝ってほしいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あなたのハートを工事中、今日はみんなでうれちーごー。福岡県出身20歳、シャンプーの CM 狙っとるちゃん、ジーのこと工事のゆいです。ありがとうございます。
ありがとうございます、私のあーちゃんの好きなところはその初めての HKT ビンゴの収録であーちゃんは初バラエティ出演であのすごい楽しみにしてたらしいんですよ。だけどあーちゃんその日朝から体調がすごい悪かったらしくて、でもそれをなんかお母さんとかには言ってたんですけど、スタッフさんには内緒にしててみたいなことを言ってて、ずっと出たかったから内緒にしててって言ってたらしいんですよ、お母さんに。だけど結局お母さんがスタッフさんに言っちゃって、そうで、あーちゃんはでもそれでも頑張ってて、なのでそういう努力家なところがすごいいいなって思いました。でもなんかその日結局体調悪くてネタ披露ができなかったっていうのがあったらしいので、でも元気になってるみたいなんでよかったです。つながってないな。今日はよろしくお願いします。HKT48 のおしゃれ番長になりたいセリーヌこと熊澤セリナです。ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、あーちゃんの好きなところは、あーちゃんは最初からなんか結構入ってきた時から私のお顔がすごいタイプって言ってくれてたらしくて、そうショールームで言ってくれてたらしくて、でなんか結構会った時もなんかもう本当にニーヌさんのお顔タイプなんですってずっと言ってくれるんですよ。だけどさっき聞いたらなんかマリアが言ってたようになんかみんなのこと大好き大好き言ってるみたいなので、ちょっとあまり信用してないです。はい、それでは皆さん一緒にいてください。お願いします。今日は一日頑張ニーヌ、ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、HKT48 19歳チーム T2 のユナこと山内ユナです。ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、あのさやまると結構話すんですけど、そしたらあの間にあのペンギンというかあのひよこみたいな歩き方でちょこちょこ寄ってくるところが可愛いなって思うんですけど、そのことよりも今日お弁当の割り箸の袋に明かりって書いてあって、絶対マネージャーさんが頑張って明かりというお弁当を探してきたんだろうなって思って、そこにびっくりしました。おでしょ。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が質問したら言えるって言ってください。みんな明かりって言える？イエーイ。ありがとうございます。東京都出身中学3年生15歳の伊藤イエルです。イエーイ。ありがとうございます。と私は明かりのことの好きなところはあの LINE の返信が早いことなんですよね。でみんなドラさんの3人とかは結構未読スルーが多いのでそう連絡があんまつかないんですけど、あかりだけにはめちゃくちゃ早くつくのでそれがいいなと思います。はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がせーのって言ったらあかりって言ってください。お願いします。ありがとうございます。右耳左耳せーの、ありがとうございます。福井県出身高校1年生16歳のユミミこと松田由美です。ありがとうございます。と 私が思うあかりの好きなところはと何回も同じことを言ってくれることなんですけど、他のドラさんは結構それが鬱陶しいらしくて、なんか、なんか前のね、なんかそういう取材みたいなのがあったんですけど、そこでもなんかみんなあかりが同じことを言ってることに対してうーんみたいな感じだったんですけど、私は結構人の話をスルーしてしまうことがあるので、そういうあかりのね、ちょっとなんかそうやって何回も言ってくれるところが大好きです。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、佐賀県出身高校3年生17歳の宮崎園です。ありがとうございます。園のあかりちゃんの好きなところは人懐っこいとこかなって思うんですけど、あのただいま恋愛中って異常あの結構4期の子が出演すること多いんですけど、なんか今日その一人なんですね。ですごい寂しそう、そうなの、初めてなの一人で出演するのがすごい心細かったんですけど、その楽屋の席の隣にあかりちゃんが来てくれて喋りかけようとしたんですけど、まあその無理なんですけどね。だからそれをきっかけに仲良くなれたらいいなと思います。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんなを笑顔にしちゃうけん片っぽいこぼがチャームポイントのなおこと植木なおです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。私なんですっけ、
あかりちゃんの好きなところはですね、一緒に本若座談会 HKT モバイルのラジオ番組を私がやってるんですけど、それにドラさんの全員が来てくれて、そこでまともに初めてドラさんのみんなとお話ししたんですけど、私本当に初めてだったからめちゃめちゃ緊張してたんですね、私が。そしたらすごいトークしてる途中にあかりちゃんがもうなんかずかずかというか、もうずかずかじゃないや、もうどんどんめちゃめちゃ入ってくれるんですよ。でもなんかすぐはい渡辺ですみたいなの喋り出してくれて、ラジオだから名前言わないとこう誰が喋ってるかわからないじゃないですか。そこまで全部わかってて、なんなら司会の私を食う勢いでめちゃくちゃ喋ってて、私もなんかこの7年何事って感じだったんですけど、本当に後輩がすごく頼もしいなって思ったので、これからも一緒に頑張っていきたいなと思います。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。 HKT48 ひまわり組ただいま恋愛中公演、以上のメンバーでお送りします。お願いします。します何何が違うのよ。はい、忘れて。以上のメンバーでお送りします。皆さん、渡辺あかりちゃんのコールできますか？足りません。できますか？ありがとうございます。続いてはさまざまなユニットの登場です。
1時12分の初恋春が来るまで純愛のクレッシェンド、フェイント帰郷、5曲続けて聴いていただきました。皆さん盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。まあ、ここではですね、お最近何をしてたかという、はい、なんかそういう最近のことについて話していきたいと思うんですけど、私今日初帰郷、 HKT 劇場では初帰郷だったんですよね。初劇場ですね。合同公演で AKB 劇場でやったことあったんですけど、そうです、 HKT 劇場で今日シンポジなんですよ。レアですね。レアです。私初めてするなって思ったら、うん、2回目ってことですか？そうね、2回目かな。すごい。そうなんですよ。そうなんですよ。だから帰郷なのに緊張しましたね。あ、緊張し、帰郷緊張しますよね。緊張しました。そう、ただちょっと歩くだけっていうのはなんですけど、ね、ただ歩くだけって言った今緊張しますね、すっごく、うん、まあ、そうね。どうですか？どうですか？なんか珍しいメンバー。そうです ね、 そうですね。ユミミ、あの初対面、おめでとうございます。ありがとうございます。で急にまあ何してたかと言いますと、なおはなんか馬に乗ったりしてました最近。すごい。見ました、見ました、見ました、見ました。なんか最近私植木さんと合わないなって思って見たら馬乗ってて、あれ馬乗ってるなって思って、そう、仕事でねなかなか最近会うことなかったんですけど、プライベートで馬に乗ってたんですよ。まあ、やっと見つけたと思ったら馬乗ってて、そうなんです。初めて馬に、騎乗させていただいたんですけど、うん、なんかそのもともと競走馬だったらしくて、うん、なんかあんまり高い声でキャーとか乗るときに言っちゃうと、なんか走り出しちゃいますみたいなこと言われちゃって、うん、でも一生懸命声を押し殺してね、うん、乗ってたわけですよ、うん、そしたらなんか学生の男の子の軍団が、うん、なんか段ボールをちょっとこう蹴ったりしてたの、近くで、うん、暴れながら、うん、したら、うん、係の人がなんか、おいそこの男子みたいな、うん、馬が怒るだろみたいな、いやその声も危ないから。確かに結構な大きな声で、もう気が気じゃなくてね、うん、いつ走り出すか、もうでも写真めっちゃ笑顔でしたよ。馬と仲良くなってましたね。はい、気がね、面白かったです。面白かった、楽しかったです。楽しかったですか？うん、なおが馬乗ってる間何してました？馬乗ってる間ですかね。あ、結構でも私ショールームをまあしてましたね。こうイベント期間だったんで、そうなんかショールームしてたなっていう感じと、でもまあ今度富吉さんとよかよかに出させていただくんですよ。私すっごく嬉しくて、アスちゃんと出れるの、あの LINE したんですよ今日。うん、アスちゃんとヨカヨカ出れるの嬉しいですって打ったつもりだったんですけど、うん、なんかヨコヨコって言ってて嬉しすぎて、アスちゃんとヨコヨコ出れるの嬉しいって言ってて、うん、アスちゃんがヨコヨコ受けるって言って、アイアライブ頑張れるわみたいな感じでよかったね。そう、パワーあげれて、パワーあげれたからよかったなって思いますね。ユミミは、私ですか？多分フォーチュンチェリーのイベントとかしてたんじゃないかなって。やばい、忙しいですね。イベントやってるんですね。そう、意外と渋谷の方に行ったりとか、福岡でも博多の方でやらせてもらったりとかもさせていただいて、忙しい、すごい忙しいですね。ありがたく、忙しい、多分ね、ここ最近の尚より忙しい。馬乗って馬乗ってましたからね。馬乗る暇もないよね。という感じですかね。こんな感じで話していきましたが、皆さんまだまだ盛り上がる準備できてますか？ありがとうございます。 HKT48 ひまわり組、ただいま恋愛中公演、まだまだ続きます。続いてはこちらの曲です、どうぞ。
教えてくれたビンゴ4曲続けて聴いていただきました。イエーイ。まあ気にせずと一人いないね。まあ気にせずと。誰だ。行っちゃった行っちゃった。誰。マドちゃん。はけちゃった。あ、マドちゃん。マドちゃん。はい、ここでは何でもどうぞ。はい、何でもどうぞ。何でもどうぞ。ババちゃん、なんかあります、はい。さっきすごく面白かったんですけど、あのすごく面白かったんじゃないですけど、個人的にツボってただけです。ハードル上げないでください。あのなんか君が教えてくれたの途中から出る人で、あのそこで踊ってたんですけど、ユエルと一緒になんかこうやって踊ってる人なんですけど、ユエルが出てきた後にやばいチャックかけたまま来たって言って、ここあ開けてた。開いてる。待って、よく脱げなかったね。自分でもびっくりした。でそのユエルが、うんうん、あのここアピールしながら、いや来てたみたいなこと言われて、サカがすっごい隣で爆笑してたんですよ。なのに、それなのに自分え、待って、ユエルちゃんが空いてたの。そうなんですよ、ユエルが。そしたら自分も空いてたの。そうなんですよ。ユエルが空いて閉めてるの見て、すごい隣でめっちゃ、え、バカじゃないのみたいな爆笑してたな。最低。自分も空いてた。え、バカじゃない。めっちゃ言うやん、バカじゃないの。めっちゃ言うやん。あの気づくと思ってたんですよ、多分明けとも出たことないから、それ気づくでしょとか思って。あ、気づかないですね、これ。めっちゃ積もっとるやん。全然気づかないよね、ここ開けっぱなしって。ちなみにそのも開いてた。ね。意外と気づかないですよね。うん、気づかない。よく抜けないよね、靴って。ですよね。逆にね、出る前に気づいたユエルちゃんはすごいってことだよ。確かに。今気づいた。じゃあ、あかりちゃんと同期のユミミは何かありますか。私ですか。私、なんか最近マリアさんがすごい私の身長めちゃくちゃなんか、おー、ねー、あー、変わるんですよ。ほんと3センチ、4センチ変わりますよね。うん、そうそうそう。入った時は一緒だったんですけど、すごい。そうなんですよ、急激に。ちっちゃい。こんな感じで、ずっと楽屋とかでもマリアは身長伸びたか、150いったからって言われて、そう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 、もうすごい苦しい思いをしていて、でもマリアさんはもう小さい、うん、この思い分かるじゃないですか、ちびちび。分かるよ、分かるよ。それなのにすごい私は言われて悲しいです。ごめん。でもやっぱり本当にちっちゃい子が伸びて、もっとちっちゃい子が入ってきたら、マリアの気持ち分かるようになると思う。あ、本当ですか。マリアもしたいもんだって、ちっちゃいとか言いたいもん、マリアも。確かに言われるかもしれないですね。そう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 。でも大きくなったよね、マリアもね。そうなんです。本当お姉ちゃんになったと思う。なりました。HKT のちっちゃい子たちって身長比べがちですよね。あ、確かに。そうです、ね、お芋ちゃんとか、お芋ちゃんとか。お芋ちゃんとか。まあ今アイアライブ頑張ってると思うんですけど。そうだね。じゃあジンナさん。はい、私は今日のお弁当のことなんですけど、皆さん気づきました？メンバーのみんな、今日のお弁当のなんかお店の名前、お弁当屋さんがなんとね。え、なになになに。あ、でも一応最後までどうぞ。え、いいよね。え、なに、一応最後までどうぞ。最後まで、最後まで。いいですよ。いいの。え、言っちゃうよ。いいですよ。いいよね。はい。え、今日のお弁当のお店の名前が、言いたかったやもんね、この MC で。あかりでした。すごいすごい、すごい。何を言ってたの。自己紹介 MC の3列目のゆうなさんが恥ずかしい。一回聞いてるのに、そのちゃんがもう一回全部言わそうとしてた。最低。ひどい。恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっと、え、違う。なるほど
なそんな笑ってたんだ。さっきジーナさんが裏で今日の MC のお題なんだっけって言ってたから、うん、何でもどうぞって言ってそれを選んでたから止めちゃいけないと思って、うん、知ってたの知ってたのそういうことね。うわでもみんな笑ってくれたから平和に終わりました。確かに、まあね、そうね、笑ってくれた一番。マリアさん、はい、マリアはなんか最近だるい感じとかそういうあんまり明るい曲じゃないところでなんかメンバーと目あったらなんかめちゃめちゃ笑っちゃう癖ができちゃって、なんか今日不意にそのちゃんと目があったらなんか吹き出すぐらいマリア笑っちゃってなんかおかしい人みたいになっちゃいました。人の顔見て笑うかな。そういうわけじゃないんですけど、そういうわけじゃないんですけど、なんかよく暗い曲でリコちゃんにちょっかいを出されるんですよ、うん、リコピさんに、うん、そう、それでなんか暗い曲で笑っちゃうみたいな習慣ついちゃって、そう、逆になんかめちゃめちゃ笑っちゃいました今日。もうびっくりしました。なんかこう正面向かってたんですよ、そしたらソノと目あって1秒ぐらいしてブーって言って吐き出す。ブーそうだから吹き出すから直そうと思います、それを。はい、では続いてはあかりちゃんのいる後半です、どうぞ。イエーイ、はい、ということで後半 MC は主人公がいますが、イエーイ、何か話したいことがある方いらっしゃいますか。主人公、主人公について、主人公について何でも何でも、あ、じゃあ主人公に質問コーナーみたいな、あ、いいですね、いいですね、聞きたいこと、じゃあぜひ主人公に。何がいいかな、何がいいと思う、ちょっと待って、何か質問ありますか。でもね、ちょっと待って、実際に、歳ですよ、でも実際に本当に推しメンは誰なんですか、うん、HKT の中で。推しメン、なんかいろいろ好き好き言ってやってるますけど、まあ多分48グループだったらユイハンさんなんだけど、うん、だけど、ね、HKT では、決められないですよ。マリアが怒るよ。そう、そう、怒るから変なこと言えなくて。さては、DD だな。はい。いや、はい、長い。はい、じゃあ他にある人。じゃあ、今困ってることとか、はい、悩んでることとか。お、ないですね。え、ないの、はい、超ハッピーじゃん、いいな。ないです、羨ましい、すごい、ハッピーハッピーなんかさ、あかりちゃんすごいコミュ力高いじゃん、あ、だからコミュ力上げる、あれ、まどちゃん、そうだよ、思ったんですよ。なんかしれっと後ろにいるけど、あれ、すごいなんか堂々と裏司会みたいなポジションで入ってきたけど、堂々と待て待て待て、すんとおるけど、そうです、9人います。どうした、誰や、誰や、誰だ、誰や、何の話、何の話、いや本当に申し訳ない。かわいい、かわいいから許す、なんかさ、本当大好き、なんかまどかっていうことすぐ分かってね、もう裏でみんながまどちゃんやばいですよみたいに言ってたけど、もう可愛いが殺到してたんですよ。可愛くない、もう間違えたことについて可愛いが殺到したんですよ。だからもう MC 出らんどこうかなと思って。何申し訳ないけど、そう、一番最後に出てきた。申し訳ない程度に。え、なんで、え、まどちゃんは、え、コミュ力高いからコミュ力の上げ方教えてほしい。確かに、なんか最近下がってきちゃって、コミュ力ポイント、はい、なんかそのなんだっけな、なんかの撮影の時になんかインタビューしなきゃいけなくて、私がそれでまだ話したこともないメンバーさんに、あっち向いてホイしてきてみたいな言われて、いや、どんな仕事それ、なんか気になる、はい、あ、もう無理だと思って、そこの時点でちょっと弱っちゃいまして、うん、だからそれが原因でちょっと弱っちゃって、あ、トラウマになっちゃったね、はい、じゃあ、はい、あっち向いてホイをすればもしかしたら、まあね、最初から無茶企画だったということで、じゃあ同期とかからね、なんか質問とかないんですか。関さんは、関さん、関さん、お気に入り、最近ずっと松田さんにひっついてるって言ったじゃないですか、はい、自己紹介 MC の時に。でも怖いよ、怖いよ、なんか怖いよ、関さんってなんかすごい、なんか意外意外、闇めっちゃ深そう。よく言われます、よく言われます、怖い、よく言われます。関さん元気出して。何急に殻破ってくる、それから、はい、何ですか、松田さんになんかひっついてて、松田さんにずっとひっついてるじゃないですか、うん、あ、はい、え、私のことどう思ってるんですか。マイクバトル始まっちゃう。
ストレートに来ましたね。なんだろう。だってさ、うん、最初はさ、なんかアモーレとか好きとか一番好きとか言ってたの、今マツデズンとか言って、いやそれちょっと悪意あるよね。マツデズン面白い。まあその件についてはまあごめんなさいなんですけど、なになに、まあ、関さんのことは好きです。はい、でもひっつきたくなるのは松田さんなんで、ごめんなさい。関ちゃん振られた。振られました。振られた。はい、ということで振られましたけど、ね、エミリーさんがずっとね、喧嘩しないかニヤニヤしてる。喧嘩させようとしない。喧嘩大好き。キャプテン。じゃあそんなエミリーさんからなんか質問とかないんですか。好きなゲームってありますか。あーゲーム好きだからね。それ聞いてどうしようとしてる。顔かなみたいな。距離が縮まりそうですね。エミリーさんは何が好きなんですか。特にないんかい。これで言っていいの。あ、いやあ、じゃあアイヤでしょ、だってアイヤだもんね。そう、脱出ゲーム。あの、寝てますか、頭。眠たいよね。ダメ。え、あ、じゃあそういうのが好きですって感じで。じゃあ、あかりちゃんはなんか、いや、ゲームとかやりますか。はい、やります。意外とやります。じゃあね、一緒にやって友達になれたりとかするかもよ。お、嬉しいです。それは、いや、無反応かい。聞いたよ、聞いたよ。起きて、起きて、エミリー起きて。ごめん。じゃあ謝罪が出たので、これでここで終わりにしましょう。さあ今日はね、主人公のあかりちゃんに質問コーナーしたんですがね、もっともっと、ドラフト3期生さんと3期生探偵3期生さんと、仲良くなれたらなと思います。それでは次の曲いきましょうかね。それでは聴いてください、軽蔑していた愛情。
ありがとうございました。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 この表現を潜め近づき
ラブチェイス、制服が邪魔をする2曲続けて聴いていただきました。皆さんアンコールありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで何人かに感想を、感想聞くよね、いつも感想聞くよね聞きますをね、聞いてみたいと思います。じゃあ、マリアちゃん。の後輩 MC で暗い曲笑わないって言ったばっかりなんですけど、制服も軽蔑もなんか夏みかんさんと目当て笑っちゃいました。え、なんか歌割りでマリアこうやって下がる歌割りだって、夏みかんさんが後ろ向いてなんかこうしてたらめっちゃ変顔してきて、わかる、絶対歌割りなのにめちゃめちゃ笑っちゃいました。まあ私後ろ向いてるんで最低先輩最悪。次から頑張ります。じゃあゆうなちゃん。はい、ですね、私4日間連続公演だったんですけど、今日が4日目なんでありがとうございました。お疲れ様ありがとうございます。ありがとうございました。あ、でも私もちょっともクレームがあって何曲中にすごく変顔してくるから、そう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 、特に暗い曲でしてくるのやめていただけたらまあ私後ろ向いてるんだ先輩ずっと後ろ向いとるよね、この公演なんか知らんけど。ということでですね、次が最後の曲になってしまいます。悲しい。あれ、それではそうなんですはい、それではその前に VTR をご覧ください。どうぞ。誰かに名前を呼ばれて
本日はご来場いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後が係の方が、お見送りがあります。ちょっと待ったねえ早く入ってきてもう本当にないかと思った。ちょっと待ったちょっと待った今日は何の日か分かりますか。あーちゃんの生誕祭。はい、そうです。10月18日に14歳の誕生日を迎えた渡辺あかりちゃんの生誕祭です。それではあーちゃんにお誕生日おめでとう言いましょう。あかりちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。ビハッピーバースデー。ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ。君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー。セクセンは大成功。誕生日覚えてたのさ。はい、ということでお誕生日おめでとうの歌を歌いましょう。せーの。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear あかりちゃん。イエーイ。Happy birthday to you. イエーイ。おめでとう。ということでせっかくなのでこのケーキを持って写真撮影しましょう。はい、気をつけて。あれドラドラさんどうぞ。おーい、やりたかったやつです。どうしますか。何でもいいよ。シーン。じゃあ、あいちゃん大好きなピースしときますか。さあ、次何したい。ケーキ持ってるんで両手塞がってて何もできないんですよ実は。そうだよね。何してほしい、何してほしい、みんなに。なんだろう、自由自由にしてほしいです。ごめんなさいごめんなさい。ラストどうしますか。どうしますか。何でもいいよ。じゃあ仲良し感する。わちゃ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 。はい、ということで14歳になったんですけど、はい、今の気持ちはどうですか。何も実感が湧いてないんですけどうん、うん、なんかその14歳になったって前に中学2年生になったっていう自覚もないので、んー、なんだろう、ずっと気持ちが中1のままで止まってて、うん、だから何も実感ないです本当に。そっか、そっか。はい、はい、ということでそんなあかりちゃんにある方から お手紙が来ています。はなちゃん、お願いします。持っとこうか。読みます。あかりへ、14歳のお誕生日おめでとう。あかりとは同じ地方組で、お披露目前の福岡でのレッスンの時から行き帰りいつも一緒だったね。ドラフト3期生の中でも一緒にいる時間が一番長いと思います。これからもいろいろな思い出を作ろうね。
ずっと約束している夢の国、絶対に行きましょう。チーム H 研究生伊藤ゆえる、あかりへお誕生日おめでとう。元気で明るくて無邪気なあかりにたくさん励まされています。たまに闇明かりになっている時もあるけど、そういう明かりも新鮮で大好きです。ただ全く同じエピソードを全く同じテンションで何度も話してくるのはやめてください。素敵な14歳になりますように。関愛、あかりハッピーバースデー。あかりは常に喋っているから、おしゃべりが好きなさやかにとってはいい相方です。でも話は聞いているようで聞いてなかったり、話している途中で違う話をしだすのはやめてください。さやかより、あかりへ。最近は意気投合してめっちゃ仲いいよね。あかりはファンの方に私と間違えられたり姉妹みたいに言われたりしているけど、正直お互いどこが似ているのかなって感じだよね。しかも私の方が年上なのに妹って言われて悲しいです。あかりは、あかりもチビなのに私に向かってチビチビばっかり言ってくるのはやめてほしいです。これからも切磋琢磨して頑張っていこうね。愛してるよ、松田由美。あかりへ、14歳のお誕生日おめでとう。私があかりに初めて会ったのはドラフト指名会議の会場でした。小さな体で大きくがむしゃらに踊っているのを見て、アイドルとしてすでに完成されているなって感動したのを今までも覚えています。あかりが HKT に来ると決まった時嬉しかったです。その後ステージに私も立って最後におめでとうと少し話したのを覚えています。緊張していたのかおどおどしていて可愛いなって思いました。でもあの時はこんなに仲良くなるなんて思ってもなかったです。今では何気ないことも毎日ってほど連絡を取り合っているよね。いろんなことを報告してくれたり嬉しいです。こんなに仲良くなれたきっかけは、ティフで私があかりを連れていろんな場所やアイドルさんの挨拶に連れて行ってからかな。それからどんどん2人で話すようになったね。あの時緊張しているあかりを見て昔の自分を少し思い出しました。その時に自分は先輩から話しかけてもらったり、いろんなところに連れて行ってもらうことが嬉しかったから、緊張しているあかりを見て話しかけようって思いました。あかりはまだ若いのにたくさん頑張っていて本当にすごいなって思います。いつもニコニコしているあかりだけど、今度また一緒にお出かけしたい時はいろいろ相談してもいいからね。私でよければ何でも聞きます。これからもあかりのお姉ちゃんとしてミクの可愛い妹でいてください。今はのびのびと頑張って、これからも一緒に HKT を盛り上げていこうね。大好きだよ。 HKT48 チーム H 田中美久より、追伸、誕生日に一番に連絡くれてありがとう。来年はあかりの一番を狙って頑張るぞです。はい、ということで同期全員からとみくちゃんからの手紙でしたが、どうでしたか？すごい嬉しいですね。なんだろう、うん、まあなんとなく予想ついてたんですよね、うん、来るかなって思ってて、でみくちゃんは、まあ、本当にびっくりしてて今実は、うん、でも本当にたくさんいっぱいいいお手紙書いてくれてすごい嬉しいです、はい、じゃあ来年マリアが書こうかな。はい、ということで、それでは最後にこんなに素敵な生誕祭を開いてくださったファンの方に一言二言たくさんどうぞ。はい、まずはこんなに素敵な生誕祭を開いてくれてありがとうございます。まだ入って半年ぐらいしか経たないのに、たくさんの経験をさせていただいてて、すごい TIFF でなんか前の方で踊らせていただいたりしてすごい緊張したけど、私でいいのかなってすごい思って、でも私でいいのかなって思ったけど、励ましてくれるのはファンの皆さんだったので、すごい支えられてすごい嬉しいです。はい、本当にいつも自分が自信ないときに大丈夫だよとか、あかりちゃんならできるよって言ってもらってることがすごい嬉しいので、支えになってるので、これからもお願いします。素
って今はありがたいことにリセット公演でセンターをさせていただいてるんですけど、まだまだ私にはできることがあると思うので、もっともっと上を目指したいので、いっぱいいっぱい頑張るのでずっと見ててくださいと、あとは最近はすごい AKB48 のカップリングの選抜に選んでもらったりして、すごい嬉しくて、やっぱり選んでもらったのもファンの方がいるからなので、すごいその時は本当に早く言いたかったし、正直自分の心の中で黙ってるのも結構なんて言えばいいんだろう、どうしようどうしようってなってたので、本当に言えた時はすごい嬉しかったし、おめでとうってたくさん言ってもらえてすごい幸せです。全然まだまだの私ですが、これからもずっと私のことだけをまっすぐ見ててほしいですお願いします。本当に AKB の MV がすごい可愛くて、私も存分にアピールできたと思うので、解禁されたら一人100回は見てください、はい、これから後輩が入ってきて私も先輩になるので、まあ、少しは頼られる先輩になりたいなって思うんですけど、やっぱりちょっと推し編だけはすぐに見つけるのでしないでください。本当に今日は素敵な生誕祭を開いてくれてありがとうございます。言い残したことはないですか？あれです本当に曲ごととかにペンライトの色を揃えてくださったりして、本当にすごく嬉しかったです。本当にありがとうございます、はい、本当にあーちゃんは頑張ってて、たくさんプレッシャーを感じることが多いと思うけど、本当にあーちゃんは自信を持って頑張ってほしいです。頑張ってください。あと本当にね、推し編はすぐ分かるので気をつけてくださいね皆さんはい、ということで最後にもう一回あーちゃんにお誕生日おめでとう言いましょう。渡辺あかりちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。はい、通ります、通ります。はい、それではこの後は私たちがお見送りをさせていただきたいと思います。係の方の指示があるまでその場でお待ちください。それでは最後にご挨拶をしましょう。せーの、あかりちゃんお誕生日、せーの、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、一人ぼっちになっちゃった。ありがとうございました。14歳も1年頑張るのでずっとついてきてください。本当に今日はありがとうございました。バイバイ。ペンライトがすごい綺麗でありがとうございました。お花も可愛かったです。すごい。他のドラさんはどうですか？マツダッチ
今日はいっぱい投げキッスしてくれました、公演中に。自分もいっぱいしてたよね。してた、同じくらいしてたね。ハマってるのかな。そうなんですよ。ハマってるのかな。イチャイチャしないで。ごめんなさい。なんかありますか、他には。最初出た時にあペンライト真っ赤だったじゃないですか、うんね、あれめっちゃびっくりしました、うん、ありがとうございます、ね、すごかった。私はあの司会をさせていただきました。マリアパイさん、ありがとうございます。そんな感じがしてます。本当に、はい、気づいてた。マリアちゃんしそう、あのバレそうでしたよ。そう、なんかあのいつやるのか分かってなくて、え、いつやるんだろうって思ってずっと座ってました。若干座ってなんか私もカバーに回っちゃってたって。よかったです。はい、ということで楽しめましたか。はい、よかった。ということで次の公演もまた見てください。どうぞ。バイバーイ。バイバーイ。どうぞ。バイバーイ。イエーイ。バイバーイ。